渋沢達彦、渋沢龍、渋沢達彦、本名、達夫、1928年、昭和3年5月8日から1987年、昭和62年8月5日は、日本の小説家、フランス文学者、評論家。別名のペンネームに、渋川隆氏、蘭京太郎、タッソ S などがある。晩年のゴーニドン,ダマーン・ダマ玉案、向江道人がある。 旧字を新人に直す慣例のある出版会でも珍しく、いまだに名前の漢字すべてが旧字体のまま出版されているが、渋沢自身は生前自らの名前が竜の字で代用されるのを嫌っており、私は署名をするときにも、辰彦などとは間違っても書かない。略これは辰ではなくて、尻尾の生えた亀みたいではないか、記憶の遠近法書集、ドラゴン雑貫と記している。 東京市芝区車町、現、東京都港区高輪に、渋沢武市、節子の子として生まれ、埼玉県川越市、東京市滝野川区中里、現在の東京都北区中里に育つ。父の部は、銀行員。母の節子は、実業家で、政治家の磯部康樹長女。渋沢栄一やその孫の渋沢慶三と縁石に、あたるが、龍の家が、渋沢家の本流。 東の家で、栄一や慶蔵の家は支流、中の家である。なお、渋沢家は、指揮者、小高久忠や、競馬評論家、大川慶次郎とも親類にあたる。龍の幼少時、渋沢栄一はまだ存命で、同じ滝の川に住んでいた。龍、は、赤子の時坂栄一王に抱かれて、小便を漏らしたことがあると伝えられている。旧制の東京府立後中、元、 東京都立小石川高等学校から1945年敗戦の直前に旧西浦和高校利用つ理系ドイツ語クラスに進む。理系に進んだのは当時の軍国主義的風潮の中で飛行機の設計者に憧れたためだが徴兵逃れの意図もあった。中学高校時代には勤労学徒として動員され板橋の突板印刷と鋳物工場、八丁堀の製本や 赤羽の東京陸軍兵器補給所、大宮の後期部、蒸気機関車の修理工場で働く。大宮の後期部では、関西機の機銃装車を体験する。ドイツ語が増えてだったためもあり、廃戦に伴って、文工、文系英語クラスに転じる。旧西浦和高校の文兵、文系フランス語クラスは、戦時中に廃止されていたが、渋沢の一級下から復活したため、 一級下の講義に潜り込み、平岡登からフランス語の手ほどきを受けた。この頃の友人に出口安弘や野沢京がいる。またアテネフランセに通ってフランス語を習得。みるみる上級クラスに上がっていったという。この頃、神田の古書店街でダダイスムやシュルレアリスム関係の不都合の現象を少量し、アンドレ・ブルトンやジャン・コクトーに熱中。本来、 旧制高校卒業生は、ほぼ無試験で、帝国大学に進める立場だったが、新しい学生が施行されたためにその、特権的立場を喪失し、このため渋沢は、東大復筒分受験に失敗して、いわゆる白線浪人となった。浪人中のアルバイトで、モダン日本史、新対応者の編集に携わり、吉行淳之助の地遇を得た。久尾獣蘭の原稿を取りに行ったこともある。 この頃、小説の終作を吉行に読んでもらったことがあるが、それは吉行によると、サディズムの傾向が現れた作品だったとのことである。1950年、2年の浪人生活を経て、東京大学文学部に入学。この時のことを、1974年2月の週刊朝日の取材には、入学試験なんてインチキなものだと信用していなかったが、 やはり三度目に入った時は嬉しかったと答えている。若干の社会人経験を積んだためもあり、渋沢当人は自筆年譜の中で周囲の学生が仲裁馬鹿に見え、研究室の雰囲気にも馴染めなかったと語ったが、当時の友人の証言によると、渋沢はこの頃研究室には頻繁に出入りしていたとも言う。1953年仏文化を卒業。卒論は、 佐渡の現代性。佐渡をテーマにした論文は自分が最初で最後かもしれないと語っている。渋沢の執筆当時は佐渡は文学者としての評価は芳しくないばかりか俗悪なポルノ作家との認識が少なくなく学者も佐渡研究に好意的ではなかった。そんな状況での渋沢の論考は当然のようにアカデミズムから阻害される。渋沢は卒論を提出した後に 大学から取り戻したという。この頃、新聞社や出版社の就職試験に失敗している。その後、東京大学修士課程に進んだが敗結核を闇就職への道が立たれる。1954年、白水社で最初の役所、大古開き、ジャン国島を上司、初めて筆名、渋沢流を用いた。役業自体は、すでに大学入学前、 浪人時代に着手していたものである。この頃、父が急死したため経済的に逼迫し、岩波書店で社外構成のアルバイトを始めるとともに、後の妻、矢川澄子と知り合った。また1955年には、友人の出口康弘や野沢京、小笠原豊樹たちと同人し、ジャンルを、結成、撲滅の符、エピクロスの肋骨などの小説を書いた。公式には、 この、撲滅の符が小説家としての渋沢の諸女作だったと、されている。この頃、三浦氏の市長選に絡んで、個人的に、日本共産党候補を応援し、対立候補を批判する詩を書いてビラ巻きを手伝ったが、やがて一切の政治的発言を自らに禁ずるようになった。1961年、わ説文書販売及び同書児の容疑で、現代市長者社長、 石井教授と共に在宅起訴され、以後九年間にわたりはあゆる、悪徳のハエ事件の被告人となった。萩谷武志高、遠藤周作、白井健三郎が特別弁護人、大岡翔平、吉本隆明、大江健三郎、奥野武夫、栗田勇、森本和夫などが弁護側証人となった。渋沢は、この裁判について、勝敗は問題にせず、一つのお祭り騒ぎとして、 なるべく面白くやるとの方針を立てていたため最初から真剣に争う気がなく寝坊したと称して裁判に遅刻したことまであったため弁護側から怒りを買うことがあった。1962年に東京地裁で無罪判決が出たが検事控訴で東京高裁から最高裁まで争った末に1969年渋沢側の有罪が確定し7万円の罰金刑を受けた。 この時渋沢はマスコミ取材に対したった7万円人をバカにしてますよ。3年くらいは懲役刑を食うと思っていたんだ。7万円くらいだから何回だってまた出しますよと語った。1970年9月に初めての欧州旅行に出たのをきっかけに1970年代から1980年代にかけ流行婦人を伴い何度か海外旅行をした。 なお初めての海外への出発の際、三島由紀夫が羽田空港に見送りに来たのが最後の面会となった。また作家、嵐山光三郎は平凡社の編集者時代に渋沢と中近東旅行に同伴している。また国内旅行の記録も渋沢流の子自巡礼、図販の編著、平凡社コロナブックスなど複数で紹介されている。 1983年頃、メスのウサギを飼い始める。名前は、ウチャ。渋沢は幼い頃から、喉が弱く、知人の間では、特徴的なかすれ声で知られていたが、近所の医師の誤診から下咽頭眼の発見が遅れたため、1986年に生体を切除し、声を失った。この後、真珠を飲んで声を失ったという見立てに基づき、また、 スペインの伝説上の宝刀児、ドン・ファンダン、ホアのフランス語発音、ドン・ジュアンちなみ、ドン・ダマーンと合する。入院生活の最中も、高級新郎公海記を書き継ぎ脱行、自作、玉虫物語を構想していたが、1987年8月に、病床で読書中に、軽動脈瘤の破裂により逝去。去年59、改名は、文庫院西雲堂留子児。 大半が川出文庫、中高文庫、文春文庫などで再刊。渋沢達彦として登場。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。